はい、皆さんどうもこんにちは、広島のカクレガーです。今日ですね、告知です。第4回と第5回広島のカクレガーウイスキーを楽しむ会 in 山形をですね、開催したいなと思っています。まあ、ちょっとね、11月は2回開催してみようかなとちょっと思っていて、開催日と詳細なんですが、まずは日にちです。第4回広島のカクレガーウイスキーを楽しむ会を2022年11月5日土曜日に行います。そして第5回ウイスキーを楽しむ会 in 山形の開催を2022年11月26日こちらも土曜日に行いたいと思います。まあ、場所はですね、山形県山形市内近郊。まあ、詳細な場所はですね、参加者にのみメールでお知らせしたいなと思っています。時間はですね、大体16時頃から20時頃までとさせていただきます。まあ、大体ね、こう電車の時間もあるので、大体15時半ぐらいにこう皆さんお揃いになって、そこからね、ちょっとゼロ時会を少しみんなでやって、まあ、4時前ぐらいから始めるという、そんな感じに今まではね、なっています。会費はですね、5000円とさせてください。まあ、内容としてはですね、今までの開催と同じくブラインドテイスティングでウイスキーをね、先入観なしで飲んでいただいたり、オールドボトルをね、飲んでみて、今のね、現行のウイスキーとの違いを確かめていただいたり、まあ、私が所有する700本ほどのウイスキーの中から、まあ、100本ほどをね、持っていきますので、その中からね、好きなウイスキーを10種類ほど飲んでいただいたりなど、まあ、普段はなかなかできないね、ウイスキーの飲み方で楽しんでいただこうかなと思っています。まあ、皆さんぜひね、11月5日の土曜日か、11月26日の土曜日、まあ、お好きな日取りをね、選んでいただき、参加していただいてね、一緒にウイスキーを楽しみましょう。まあ、もちろんね、両方参加してくださる方もね、大歓迎ですよ。まあ、応募方法はですね、こちらのメールアドレスの方へ、ウイスキーを楽しむ会参加希望とお書きの上、参加希望日、まあ、11月5日か11月26日か、まあ、どちらか、まあ、両方にね、参加したいという方は両方の日付をね、書いてください。そして氏名、住所、電話番号、生年月日を記載していただき、メールでね、送付してください。そしてですね、一応ね、そこまではね、集まらないかな。でも最近ちょっと集まってるんですが、上限はですね、両方とも、まあ、15名ほどとさせていただこうかなと思っています。まあ、ただね、ちょっと前回前々回は意外とね、応募総数があってお断りさせていただいた方もいらっしゃったんですが、まあ、もしね、今回もお断りする場合がもしあれば、大変ね、申し訳ないですが、ちょっとご了承いただければなと思います。参加確認の方はですね、メールで返信させていただきますので、まあ、まずはね、申し込みしていただき、お待ちいただければなと思います。コロナ感染対策をした上での開催とさせていただきますが、まあ、今後のね、コロナの感染状況によっては、中止となる可能性もありますこと、そちらもね、ご了承ください。中止の場合もね、メールでご連絡させていただきます。まあ、先日開催されましたですね、第3回ウイスキーを楽しむ会 in 山形でしたが、まあ、こちらもですね、かなり盛り上がりまして、とても楽しい一日となりました。やはりね、本当に毎回思うんですが、ウイスキー好きにはね、なぜかね、やはり紳士淑女の方が多くて、意外とこういう会ってこう、荒れる方いらっしゃるじゃないですか。誰もいないです。本当にね、綺麗に皆さんお飲みいただいて、とってもね、楽しい会になっています。まあ、ぜひね、今後参加される方もこう、自分の酒量をわきまえた上で飲んでいただけるといいかなと思います。まあ、少しですが、先日開催された、ヒロシと隠れたウイスキーを楽しむ会、第3回の様子をね、ご覧ください。
ょう。ホールドカード12円。どうぞ。いかがだったでしょうか。まあ、今回もですね、全国各地から集まっていただいた方々と交流をね、深めることができました。まあ、前回より懇意にしていただいている企業様より協賛をね、いただきまして、皆さんへ少しばかりですがプレゼントの方もさせていただいています。協賛企業のですね、鴨田酒屋様、渡辺酒販様、東北万国酒様、本当にね、ありがとうございます。まあ、楽しみにしていただきたいのであまり多くは語りませんが、まあ、結構ねいい景品もらえたりするので、そちらもね楽しみにしてほしいなと思っています。そしてね、本当に皆さんから言われるのが、正直会費5000円いただいてはいるんですが、多分5000円以上の価値はもう十分にあり得るというねお話をいただいているので、まあ、私もね正直そこは思っているので、飲めるウイスキーの内容なんかもねちょっとあまり多くは語りませんが、楽しみにね来ていただきたいなと思っています。まあ、ウイスキー初心者の方は、まあ、どんなねウイスキーがあるのかをね見に来ていただいたり、ウイスキー歴の長い方はその経験や今まで飲んだねすごいウイスキーなんかもね教えていただけると本当にね盛り上がると思います。そして YouTube に関することなども質問にお答えしますので、ぜひね気になる方は聞いてください。そしてね、とにかく皆さんもね楽しく、本当に楽しく飲みたいと思っていますので、まあ、私を含め一緒に飲む方へのね気遣いなど最低限の配慮をねお願いしたいなと思います。そしてね、先ほども言いましたが、あまりね、こう飲みすぎて潰れるようなことがないようにお気をつけ願いたいなと思っています。まあ、正直ね、今までの会ではそういうのが全然なかったので、まあ、これからもね、楽しくね、和気あいあいとした会にしたいなと思っています。ぜひね、皆様のご協力よろしくお願いします。ではですね、おさらいなんですが、ヒロシの隠れ家ウイスキーを楽しむ会 in 山形をですね、開催します。第4回開催が2022年11月5日土曜日。そして第5回の開催が2022年11月26日土曜日。場所は山形県山形市内近郊。詳細な場所は参加者にのみメールでご連絡いたします。時間は16時頃から20時頃まで。会費は5000円とさせていただきます。応募方法はこちらのメールアドレスの方へ、ウイスキーを楽しむ会参加希望とお書きの上、参加希望日、氏名、住所、電話番号、生年月日を記載していただき、メールで送付してください。まあ、どちらかね、興味のある内容の日を選んでいただき、ご参加していただいてもいいですし、まあ、もちろん、本当に、まあ、どちらもね、参加したいという方はね、どちらの日付も書いて、メールでね、送付してください。ぜひね、山形へ旅行ついでにね、来ていただき、そしてね、一緒にウイスキーをね、飲みたいなと思っています。皆さんとね、お会いできることを楽しみにしております。たくさんのご応募ね、お待ちしております。よろしくお願いします。ということですね、今日のヒロシの隠れ家は、第4回、第5回、ヒロシの隠れ家、ウイスキーを楽しむ会、in 山形の、ね、告知をさせていただきました。皆さんとお会いできることを楽しみにしております。たくさんのご応募お待ちしております。ではまた。